どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナイやっていきたいと思います。どうもこんにちは。今回はですね、前回の感動を収まらぬまま2回戦を戦っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。できればここ2試合できたら熱いかなって思ってるんですけども、ちょっとここの動画時間次第でですね、2試合やろうかどうか決めようかなと思ってますのでお願いします。宮地、塩沢、寺門と塩沢でいこうか。で、まだここら辺は余裕ある気がするんだよな。まだ余裕がある気がしたいんだよな。まだ余裕があると思っていたいっていう感じで、どうしようかな。塩沢を選んだからこんな感じでいこうかな。寺門1番でカット落ちでやってもらいましょう。行きましょう。試合開始。始まりました。秋の県大会2回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価していってください。いつもコメントいただきありがとうございます。そのコメントに私、いつも励まされておりますので、ぜひですね、またコメントもしていただけると嬉しいです。頑張っていきましょう。秋の県大会2回戦どうなるんでしょうか。総合戦力は D でございます。まあ、普通かな。2球投げさせて、あんまりなんか投げさせてはないね。多分ね、ここら辺は盗塁なんとかもあんま関係ないのよ。ここら辺はね、正直、まあ、これぐらいだったら走れるとは思う。まだね、盗塁 D で、走力 A でも余裕で走れると。ただ、盗塁 D、走力 A は正直まだ、やりたくないってのはあるよね、盗塁ね。なんかそうか。最悪死ぬ。OK! やっぱ、秋大会は打てるね。秋大会は打てるね。いいよ。それでどんどんやっていこう。で、この試合は、コールドがないのよ。コールドをするぐらいのイメージで、イメージでやっていってほしいね。多分ね、塩沢はそこそこいいバッターになると思うんでね。塩沢はきっとね、きっとカットいけ。塩沢、打っちまえ。あー、わー、うまい。まあ、仕方ない。全部が全部打てるわけじゃないからね。っていう感じで、背中走りいこうか。あらららら、カット打ちどこ行った？カットの彼女もないぜ。まあ、初球打ちも大事だけどね。大事だよ。大事なんだけど。けどだよ、けど。塩沢、ちょっと、めっちゃ打点多いじゃん、例えば塩沢。2ホーマーで9打点。すごいね。サードめっちゃ余裕持ってた割に、送球めっちゃ悪いな。送球悪いと怒られるよ。よし、ネック使いましょう。で、4番の力を見せてほしい。さすが和くん。4番の力。まあ。3番っぽいけど。笹川くんは来年スタメン張れるかどうか、ちょっと、俺のみぞ知りますね。ちょっと来年新入生、マジで、どうなるかがでかすぎるね。新入生が化けてくれないとマジできついと思う。引っ張りできます。引っ張れ。いや、ま、ゲッツーダメ。オッケー。セーフ。あぶねえ。あぶねえ。で、闘魂込めちゃいましょう。正直闘魂ピッチャーの方だと微妙。はい、打つわ。これは打つわ。これは打つ。ごめん。どう？どう？落ちる？落ちる？まあ、最低限のシールだ。最低限の進塁だ。違う、犠牲フライ。よし、熱血使いました。引っ張ります。塩沢4割バッター4割で卒業できるか。まあまだ1年だけどね。卒業するのはまだまだだぜっていう話ではあるんだけど、走れ。ズッ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 。今回のさ、仮面ライダーリバイスめっちゃ面白くない？俺リバイス見てるんだけどさ、よ、録画してさ、この間わざわざ電気屋さんでね、カードリッチじゃないんだっけ、なんだっけこれ、ハードディスク買ってきたのよ。3テラバイト。3テラよ。テラって言われるとビビるよね。今回のさ、iPhone 13 Pro。知ってました？ 1 テラあるんですよ、1テラ。2テラはなかったよな。確か1テラが上限だったと思うんで。1テラなんて使う？ね。1テラなんてグッバイ！使うかね。なんか、ビビったもん。1テラと思って。で、まあ、それでまあ、3テラのやつ買ってきたんだけど。まあね、3テラいいね。もう、何も気にせず録画できるもん。で、カメラで見てるんですけど、カメラでやっぱ面白いね。今回のリバイスはマジでね、ありだと思う。なんかまだ見てない人はよかったら、ちなみにしてみてください。北沢が思ったより打たないんだよな。なんでだろう。北沢の能力は結構いい能力してるんだけど、なんかあと一歩足りない気がするんだよね。流し打ちで行きましょう。おっかーん。で、玉木は代打でいいや。玉木でもね、代打で出したい選手ってなんか長谷川ぐらいしかおらんのよね。そうなのよ。長谷川しか出したい人がおらんっていう。誰かとは化けないかな、合宿あたりで。合宿で大化けみたいなのやりたいよね、俺も久々に。前回の大曽根
野矢張りに化けてくれる人がいればもう一番問題解決するんだよ、それだけで。そうすりゃ俺ももう一躍当たりなんだけどね。田原は下ろそうかな。田原を下ろして片岡で行きましょう。まあ出しときたいメンツが全然おらんからね。片岡ここはね打つよ。高校初打席、オッケー。高校初打席ナイス。高校初打席で存在感見せてくスタイル素晴らしいね。いいよ、そのスタイルが大事よ。だからさっきの話に戻るけど、1テラなんているのかな。ね、ハードディスクの3テラと携帯の1テラはまた別物だと思うんだよ俺。どう思うみんな。俺が正直1テラはいらんと思うね。俺だって携帯1ニッパだもん。 iPhone の人って容量選べるからさ、大変じゃないのかな。容量選んでくださいって結構ね酷だと思うよ。だって容量選ばないと逆にいけないんだもん、迷うじゃん。ただ別に Android とかってさ決まってるからさ。ごめん、ちょうどプレステのコントローラーの電源が切れて今充電しながらやってるんだけど、どこまで話したかが全然わかんないんで、どこまで逆に入ってたかが全然わかんないんだけど、 Android の場合ってさ容量決まってるのよ、この容量ねっていう。まあ、例えばこの携帯なら 64GB、 まあそれね、いいところもあるし悪いところもあると思うのよ。逆にまあそのこの携帯がいいんだけど容量足りないからまあ我慢しようかな、別の携帯にしようかなみたいな、まあ選択肢してあると思うんだけど、それがね iPhone の場合逆にもう選べるから、ちょっとなんか優柔不断な人、まあ、ちょっと言い方してないかもしれないけど、優柔不断な人だとね選べにくいのかなっていうの気がするね。俺は別にもう一生 Android 使うって決めてるから関係ないんだけど。取れ !OK! そうなんだよね、そこがやっぱ一つの問題点としてはあるよね。まあ、どうしようかなっていう悩みポイント、お悩みポイントとしてまあ一つ大変かなっていうのはあるね。まあ俺はあんま関係ないんだけどね、 Android だし。多分 iPad mini 欲しいね今、猛烈な iPad mini 欲しいもん。 iPad mini めっちゃいいよ今回の、マジでいいよ。あ、いった、あ、いったー、いっちゃったー、えぐいよ本当に。本当になんか松林呼吸をするようにホームラン打ってるもん。息をこう、はぁーってやった姿に、バコーンってね。すげえわ。本当にこの男すごいよ。4番で、あ、行った行ったレス、イズおじいちゃん、ナイスおじいちゃん。ナイスおじい。もうちょっと、コールド対策するのめんどくさいから、ここ2試合やるからみんな許して。2試合やるから、もう松林の救世主も使えたし、どうせ回ってこないから。もうここは行っちゃう。抑える。点取られたらで、点取られたらでいい。オッケー。そう。ホームラン別に打ってもいいよぐらいの気持ちで、行く。行け。改革。ええよ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 。A4。オッケー。B5 になっちゃうところだったわ。ナイス A4。行け。秋山。切れ。ぶっちぎれ。相手の中でオッケー。秋山直エース。素晴らしい。いや、ここまではいい感じよ。ここまではいい感じ。そしたらもう、今言った通り、もう一試合、もう一試合、もうちょっとだけ進めてくんじゃぞやって、次回、そこ二つまとめてやるっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなと思うんだよね。ちょっとここ、進めたいと思います。お話ししながら進めていきましょう。な感じでですね、皆さん、携帯よ。iPad めっちゃ欲しくない？わからなんか言いたいこと、今回の iPad マジクソいいと思うよ。なんかマジで、今回、iPad 買おうか悩んでる人がいるんだったらね、今回の iPad mini 第6世代マジでいいと思う。あのサイズ感、そして性能十分すぎるぐらいにはね、いい iPad だと思うね。今回のは多分ね、俺が今まで見てきた史上一番いい iPad だなって思う。俺めっちゃ欲しいもん今、めっちゃ。だから買おうかどうか迷ってて、マジでどうしようかなって悩みすぎて、もうハゲちゃいますよってぐらいだからね。 OK、 いい感じで上がってるけど、なんかそこまでメンツ美味しくなかったな。まあもう今回入れ替え使うんで、ここはもう普通にいっちゃいますよ。なんかやっぱまた全然違う話になっちゃうけど、正直あれだね、金徳を使うレベルの新人が入ってこないってのはちょっと大きいよね。金徳使うレベルの新人さん入ってきてくれれば、おそらくまあなんかさっきの大会も負けなかったと思うんだよね。そこだな、そこだね。やっぱそれが大きいな。それさえだってなんとかなれば、実際もう
俺たち困ってないからね。負けてないしね。宮爺はミートパワーを上げます。おー、塩はいいね、強いね。呼吸上げよう。ショート守る、お前もショート守るか。まあいいや。長谷川も守備 OK。 もうちょっと守備上げよう。玉木も守備と、木下くんは一応サブポジをいろいろと覚えたいなと思ってます。寺門は守備で、お前も守備。岡はミートパワー、弾道上げよう弾道で。加藤がいいね。加藤が強いんだけどね。強いんだけどエラー持ちなのよね。そこがどうしてもね、やっぱ気になるよね。気になるポイントだよね、そこが。ミートパワー上げましょう。ミートパワーを SS まで持ってきます。北沢はミートはだいぶいいね。パワー上げようか。1割キューブか。俺が求めた成績って全然違う。なんかもうちょい上がると思ってた。オッケー、いいぞ。ここ順調に成長してるってことは結構大きいな。やっぱ得だったよ。みんなやっぱ、なんか使うときは、やっぱ得だ。使っててください。練習試合もうちょっと取っとこう。あ、嘘つ、つかんないダメだ。てな感じで、そしたら練習試合を次回ちょっとやろうかなって思いますんで、そんな感じでここはもう、カットしちゃおうかな。こんな感じでまた皆さん、次回の動画でお会いいたしましょう。またね。